はいどうも、東賀です、えー。今回も僕のヒーローアカデミアヒーローズバトルラッシュの排出結果の報告となりますと、はい。えー、まずはこちら買ってきました。えー、秋葉原のトラウナーさん行ってようやく入荷されたんで、はい。買ってきましたね。スリーブです。はい。よかったよかった。とりあえず3つぐらい買いましたね。はい。もうすぐなく,な,くなっちゃうんでね。はい。とりあえず、よかったです。確保できて。 でちょっと今休料日前ということでちょっと資金的に苦しんでガチャは控えめに、えー、30回ほど回してきましたで20回ほど回したところって、えー、広場と台でやったんですが、えー、もう残りカード少ないですよと次ガチャ10回回してもカード。<laughs> カードゲリになっちゃうか知れませんよみたいな表示が出たんで、まあ、そこのお店すぐ隣にマルチ筐体があったんで、20クレは広場土台であって、残り10クレはマルチ筐体でっていう感じでやってきました。はい。まずは、そうですね。<laughs> 新カード依頼の収穫物は、はい、エンディバーさんがサインをくれましたと。で、あとは、えっ、ー、と、ミッドナイトとダビー君の。 えーっと、ヒーローズリアですね。ミートナイトこれ持ってなかったんでよかったです。コツコツレベル上げしますかね。はい。で、新カードの前に、えー、まず今、キャンペーンカード。ジローちゃんですね。あれは絶対欲しいなと思ってたんですが、はい。来てくれました。しかも、えー、っと、ヒーローバット大とマルチ筐体、金枠版ね、はい。両方来てくれましたね。はい。よかったですね。アニメがオープン。 オープニング変わって、オープニングとエンディング変わって、オープニングなんか特にジロちゃん主役じゃねえか辛いの感じで <laughs> フィーチャーされてたんですごく嬉しかったです。あとエンディングがすごいですね。いろいろぶっ込みすぎですね、あれは <laughs>。情報量が多すぎてエンディングちょっと。はい。トガちゃんの昔の写真とかね、すごいっすよね。はい。一応 プラスままでではできましたはい、多分次は次ぐらいにプラスプラにしたいですねはいそして、えー、アメリアのえー、っと栄治郎君霧島君をゲットできましたはいよかった,かったでは早速期間限定カード今回狙いはなと言ってもといつか <laughs> まあまあ <laughs> 新しいメンツなかったんですけどね8歳回はね残念ながら多分もうオーバーホール以外はカードがされないんでしょうねラッパーぐらいは可能性あるかなと思ったんですけどあとサポートカードなんか出るかなとも思ったんですがまあこの感じだともうオーバーホールで終わりでしょうねはいとりあえずえス、ー、クラントリーノが3位をく出ましたはいそして通常そしてシクレトうーん 全種揃ったな <laughs> 通常サインしてくれとこういうところに運を使ってる場合じゃないんですけどね <laughs> とりあえずくめましたはいとりあえず揃いましたね、はい、通常サインしてくれとこういうところで本当運を使ってる場合じゃないんだよなはい続いてはヒーローズラーのトロイくんかっちょいいっすねはいえー、っと次チームの水属性の ヒサスゲジマイランド11をそうするとはいトドルキックン用のカードですねはい <laughs> まあ地味に強いかな、はい、で肝心の X レアなんですが、えー、と今回はデクとオーバーホールあとサポートカードでありましたよねミリオ君とミリオとエリちゃんだったかなはいだったんですが、はい、オーバーホールが、えー、<laughs> 黒枠版と金枠版で 来てくれましたよとうーんどっちかは別のエクス X レアが良かったかなはい <laughs> まあねうんあとせめてサインかシクレが欲しかったかなはい来てまあとりあえず来てくれましたねまあバトルでスカウトすると考えた場合オーバーホールが一番大変だと思うんでまあ良かったっちゃ良かったんですよねはいこの前の ええと、オーバーホールは、この前の期間ゲデカードのオーバーホールは、ヴィランシュー撃イベントで、まあす、結構、簡単にスカウトできましたけど、あれは、まあ、たまたまというか <laughs>、運が良かったっていう部分があったんで、うん、まあ、ね、えー、とりあえず、今回も、ヴィランシュー撃イベントやる理由がなくなったな、これ。<laughs> はい。<laughs> というわけで、まあ、今回はこんな感じでした。はい。30回回して、まあ、キャンペーン、 アメリア、そして、まあ、オーバーホールと、揃ったんで、まあまあ良かったかな。はいまあまあね。はい、いい感じでした。はいとりあえず、どうしよう、来週は、ガチャ回すか、デック君はバトルで頑張るか、うーん、X レアのサポートカードって、バトルでどうやって入手できるんだっけ <laughs> あんま記憶にないんだよな、X レアのサポートカードバトルで入手した記憶が。はい まあ、とりあえず、こんな感じで、はい。来週もまた動画、ちょっと動画上げる頻度が落ちてますけど、<laughs> 頑張って動画上げたいなと思ってます。はい。あと今、オーバーホールのね、バトル前会話をちょっと頑張って集めてるんですが、あんまり喋ってくんないですよね <laughs>、まあ。うん、ちょっと今アップデートされてどうなってわかんないですけど。 この前ちょっといろいろ試したんですが、戸村ラ君とかと喋ゃんないんですよね。なかなかそれはちょっときついなと思ったんですけど、まあ、どうだろう。今アップデートされて、ひょっとしたら今しゃべってくれるかもしれないんで、まあいろいろまた試してみます。はい。で、その動画も上げられたらいいなと思ってますね。はい。というわけで今回は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。では。